皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はサイバーパンク2077のファミ通紹介をしていきたいと思います。近未来の巨大都市ナイトシティを舞台にしたオープンワールドタイプの RPG です。地域によって様々な特徴が見られて、そこでまたがれる物語も多い大きな都市ゆえに、発展には時間がかかる様子です。そんな摩天楼が立ち並ぶナイトシティにどんなドラマがあるのでしょうか。プレイヤーは常にストーリーの中心です。ゲームは主人公 V の一人称視点でプレイできます。インタラクティブな会話システムを通じて都度決断や行動を迫られていきます。まあ、行動によっても選択肢に、なんかコメントによっても様々な選択肢があるということですね。まあ、RPG ということは、なんか敵がいるってことですかね。なんだっけな、なんか宇宙人かなんかだっけな。それとも単に犯罪組織だったっけな。まあ、こういう立体的なゲームキャラクターのゲームって、なんかどういうゲームかわからなくなるんですよね、ファミ通紹介の時に。まあそんな感じで今回はこの辺でサイバーパンク2077のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。